築城400年の歴史を誇る天下の名城松本城、別名烏城と呼ばれるその天守閣が大一番を静かに見守っています。信州松本で初めて行われる世界タッグタイトルマッチです。第23代世界タッグチャンピオン、世界の不沈艦スタン・ハンセン、左試合巧者テッド・デビアス、初防衛して世界最強タッグ決定リーグ戦に臨みますか。前チャンピオン川田、そして手前田上明、無限の可能性を秘めた2人の男の歴史が、挑戦が再び始まります。悲願のベルト奪取なりますかどうか。平成5年、2つの魂が出会い、引きつけ合い、認め合い、一つに溶け合い、世界の頂点を極めました。ファンに新しい夢を提供したいと3年間過ごした調査ライブを卒業した川田、各界から第二の人生をプロレスにかけた田上、ハンセン・ブロディのようなチームになりたい、あの鳥獣コンビを思わせる合体テーマで入場であります。思えば昭和29年、日本プロレス史はタッグマッチで幕を開けました。激動山木村対シャープ兄弟、そしてその模様は日本テレビで全国中継され、一夜にしてプロレスブームとなりました。さあ、世界最強チームの称号と栄光、伝統の世界タッグ王座奪回になりますかどうか。前チャンピオンリターンマッチだ。田上川田入場してまいりました。さあ、そして十数年常に大金トップの座を守り続けてきたハンセン、チャンピオンチームの入場。昭和47年10月、東京町田で旗揚げ以来、創立21周年を迎えた全日本プロレス、長い歴史の中で全日本を、いや日本を代表する、そしてこれからも代表し続けるチーム、ハンセン・デビアス、ビッグテキサスコンビの入場であります。チャンピオンチーム怒涛の入場であります。初防衛になりますかどうか。ビッグテキサスコンビハンセン、そしてデビアス入場。世界タッグタイトルマッチ試合に差し合いまして、タイトルマッチ宣言が行われております。同じテキサスウエスト大学を卒業し、同じテキサスアマリオのタッグ道場に学んだ2人、異国の地、遠く祖国を離れて日本でチャンピオンとなりました。そしてその後離れ離れになりましたが、6年ぶりの再会で再び世界の頂点を極めました。今その世界タッグのベルトが本部席に返還されようというところです。一方の川田田上、今年の5月チーム結成2戦目で札幌大会ボディウィリアムスを破りチャンピオンとなりましたが、ハンセン・デビアスに敗れて陥落、これがリターンマッチとなります。奪回になるかどうか。さあ勝負、ダイナミックティー田上明、蹴り込め、デンジャラス系川田俊明。フラウボーダー世界タッグ選手権チャンピオンチーム285ポンドテッド・デビアス、第23代世界タッグチャンピオンテッド・デビアス、300ポンドスタン・ハンセン、世界の新冠です、スタン・ハンセン。さあ早くもハンセンが川田に突っかけました。そして田上とデビアスがやっています。壮絶な一戦になりそうです。川田が蹴り始めました。砂漠でフィーバー城樋口、この2人蹴り合う、殴り合う、まだゴングは鳴っておりません。早くも川田コールが鳴り響いております。顔面キック、今年のチャンピオンカーニバルでこの顔面キックでハンセンから初の勝利を奪いました。川田の試合、今ゴング解説は放送席桃田さんに伺ってまいります。ダブルのタックル、まるでハンセン・ブロディのようだ。さて桃田さん、前回の川田が飛んだ、どうですか、上も飛んだ、向こう側田上も飛んでおります、デビアス大して飛んでおります。この挑戦者チームの意気込みどうですか。いやいや、これはね、選手権奪還に向けてものすごい意欲が見えますね。ああそうですね、驚きました。先制打はチャレンジャーチーム。さあ田上がハンセンにさらに場外で追い打ちをかけようというところ。
大野さん、前回はですね、はい、まあ、ハンセン・レビアスが、組んでその1戦目、6年ぶりに組んで1戦目、9月でした武道館、はい、川原太を破ったわけですが、まあ、そういう意味でクエスチョンマーク、相手の手の内が分かんない部分が DDT 多かったわけですよね。そういうことですね。今回はですね、まあ、前回の対戦を生かして、はい、またこのシリーズ中に何度か対戦してますんで、その辺のやっぱり経験というのはだいぶ生きてくると思いますね。そうですね、前回とはまた一味も二味も違う、河原田上であってほしいと思います。スタンハンセンに大野さん照準絞りましたね。やってますね、はい、普通勝ちを拾うならデビアスだと思うんですがね、さあこの田上の河原ハンセンに照準を絞りました。前回河原田上は一人に照準を絞りきれなかった、そういうことですね、いうことがありましたからね、鉄柱攻撃、ハンセンの動きが止まっております。前回はこのハンセンがラリアットでまず川田を分断、レビアスがアトミックドロップから、そしてハンセンがラリアット、田植を沈めてこの河原田植から王座をダッシュしております。2対1の状況でハンセンを今痛めつけました。チャレンジャーチーム幸先のいい出足であります。川田のキックが飛んでいきます。サッカーボールキックが飛んでいきます。最強タッグを睨む、それから今シリーズの一番武道館を睨む、はい、そういう意味合いもありますね。当然ありますね、はい、エルゴを落としていきます。田上明、連発していきます。田上明カウント2で跳ね返しました。スタン・ハンセンであります。そしてスリーパーホールドに行きました。田上明、91年の1月、今から2年前になりますけれども、この松本は田植えにとりましてもその時には7番勝負をやっていたんですね、あれから2年、田植えも大きくなりましたね。そういうことですね、はい、スリーパーホールドで世界の不審官スタン・ハンセンに挑んでいきます。田植え明締め上げます。スタン・ハンセン苦しげな表情です。デッドデビアスが心配そうにこのスタン・ハンセンの戦況を見守っております。このデビアスの動きがまたクセモノなんですね、はい、本当にデビアス選手はもう試合巧者ですからね、はい、まあ、だけどこの要するにシリーズ中にですね、もう対戦しながら川田選手にしろ田口選手にしろ十分研究はしていると思うんですが ね、 ですね、十分にデビアスの動きも注意していることと思います。さあキックを蹴り込んできました。顎のあたりに入っています。顎ですね、顎ですね、はい、顎というか顔面というかもう攻撃的ですね。一気にスタン・ハンセンを KO してしまおうというのが川田。前回の世界タッグ選手権試合ハンセンが番外ラリアットでこの川田が失神、最終戦大宮大会は壮絶な戦い、そして今シリーズ開幕戦ハンセンが番外ラリアットこの川田が失神、そういう遺恨があります。川田は言っています、シングルでもやりたい。さあ熱くなる2人、レビアスが出ます。これにはブーイング。しかしね、桃田さん、はい、ハンセン・レビアスは6年前は PWF タッグチャンピオンにもなりました、はい、6回防衛してるんです、防衛術というのも当然心得ていると思いますね。当然ありますね、まあ、要するにお互いにお互いの技も知ってますし、パートナーとしてですね、はい、それからお互いの実力も認め合ってますし、キャリアもありますね、非常に手強い、牙城を崩すには手強いチームであります、ハンセン・デビアス。しかし、めげません、河原田上。もうこの近くまでデビアスが来ているんですが、城口に今制せられました。田上がストンピング攻撃、場外に降りました。ハンセンが全く反撃ができません。とにかく桃田さん、このシリーズですね、三沢選手は言ったんですが、はい、元気すぎるとこのハンセンのことを称しているんですよね。まだ奇襲の余韻が残ってますね。そうですね、はい、もう十分最初の先制攻撃が効いてると思いますね、はい、ハンセン選手これはチャンスだと思いますね。ご覧のように2対1の状況です。徹底的にハンセンを痛めろというデッドレビアスが回り込む、ラリアットまず田植えを分断。川田はレビアスの今読んでましたね、ちゃんと目の端に捉えています。まだこのハンセンを痛め続けることができます。ハンセンにとりましては91年の1月この松本は対鶴田三冠王座を陥落した、まあ、そういう苦い思い出があります。スタン・ハンセンだんだん魔人の表情になってきたぞ。タウンを打ち込むぞ。しかしハンセン右の左の相手エルボー、髪を掴む
2を振り上げる、打ち込む、しかしハンス田植え前進します。しかし田植え前進してまいります。まだハンセンは1回もタッチできません。河原とハンセン傷だらけになりながらも向かっていく頃には傷だらけになりながらも最終的に満足感を得られることを知っています。この河原としたこの表情、それだけ戦った後の喜びが充実感が大きい。河原は言います。たとえ傷だらけになってもね、ただあの今の川田選手の表情を見てますと、はい、もう絶対に負けられないっていう気迫が、あの現れてますね。あのこの2人の対戦は昨年のベストカウントでしたね。そういうことですね。さあデッドレビアスが出てまいりました。桃田さん、このエルボーを打っていきます。多分おそらくこの川田選手もデビアスのキックを待っていると思いますが、この川田選手のようなキックを受けるのはデビアス初めてですよね。そういうことだと思いますね。戸惑いはこのシリーズどうですか。ニューヨークの方では多分そういう経験ないと思いますね、はい、このシリーズどれだけ慣れてきたかですね、そのあたりデビアスどうでしょうか。水平チョップ、川田の株を奪うような水平チョップを打っていきます。テッドデビアス、このテッドデビアスの働き、前回の敗れた世界タッグ戦では始終ハンセンの動きを受けたデビアス、スペインキック胸のあたりを抑えています。タウエンタッチ、このコンビネーション流れが出てくると挑戦者チーム河原タウエもいい、ハイキック、ハンセン、ハンセンも呼んでいた、パンチをラッキング、足を引っ張っている。時間のうちに両チームは研究してるんですね、もう完全に今あのタウエ選手の攻撃を読んでましたね。あれだけダメージを負いながらです、そしてこの左足攻撃、これも集中してくるでしょう。この辺の一点集中ぶり、いやらしさ、粘っこさ、ボディウィリアムスとかどうですか、ハンセンです。いや、あのより以上ですよね。以上ですか、そうですか、攻撃を受けてしまっています。田植明、それからのカットプレーなんかの徹底ぶりはボディウィリアムスに対してハンセンです、どうでしょう。いや、もう十分すぎるぐらいにやっぱりうまいと思います、そこら辺の駆け引きは。そうですか、そうですか、やはり世界タッグチャンピオン、あの来日一戦、あーすごい、パンチを左足に集中してきます。このハンセン、口がへの字に曲がっています。やはりあの初戦で勝った、あれはフロックではなかったわけですね。そういうことですね、武道館大会でした。あの雪辱なりますか。田植え、そして川田、デビアスが海外しく一点集中続けてますね、はい、やっぱりそこら辺はやっぱりあのうまさを持ってますからね、デビアス選手、やっぱりもうプロレスの基本ですから一点集中っていうのはね。そうですね、このデビアスがもうワンシリーズやって慣れてきた、はい、したがって勢いも増していると川田も呼んでるんですね、このハンセン・デビアス。そうですね、まあ、あのハンセン選手とお互い話し合ってることも十分あると思いますしね、資格がないんだよと川田は言っていました。ならばその窮地をどう切り抜ける。ゴング前の奇襲がありました。ハンセンを一点集中攻撃しました。しかし、ここへ来て田植えが捕まっています。あの前回の対戦の反省として、大技を効果的に出せなかったと言っています、まあ、それもありますね。それをだから要するに効果的に出させなかったっていう言い方も言えますよね。出させなかった、流れを止めちゃう、はい、いうことなんですね。先ほどのまでの流れをプツンと止めて、今度はスタン・ハンセン、デッドデビアスの構成です。いろいろな形で田植えの左足を攻めていきます。しかし思い出しますのは、ボディ・ウィリアムスからダッシュした試合、そして防衛した試合金沢、ダッシュした試合は札幌でした。この田植えの粘り、川田の粘りがダッシュあるいは防衛につながりました。田植えこらえることができますかどうか。10分が経過しました。早くも10分という感じです。しかし桃田さんね、はい、第1戦で結成で取ったハンセン・デビアス、はい、川田田植えもボディ・ウィリアムズから2戦目で取りました、はい、ということはとんでもない一瞬の爆発力を持っているということですね。そういうことですね、はい、両チームやっぱりあのお互いが要するにもうチーム結成時って、ね、一番やっぱりここにやるぞっていう息が統合しますからね。そうですね、そしてこの夏結成した田植え川田、6年ぶりに結成したハンセン・デビアス、両チームともまだまだ魅力がたっぷりあるということですね。そういうことですね、はい、タウエコールです。テッド・デビアスとスタン・ハンセンがこのタウエの左足、猛烈な攻撃であります。テッド・デビアスの必要な攻め、
ハンセンはこの85年レビアスと世界最強タッグ決定リーグ戦優勝しております。川田は三沢と昨年世界最強タッグ決定リーグ戦優勝しております。その世界最強タッグ決定リーグ戦を間近に控えた世界タッグタイトルマッチ、逆片指がために行きます。スタン・ハンセンです。ハンセンはこの頃ですね、このいわゆるラリアットを中心とする打撃技もそうなんですが、はい、パワーボム、はい、投げ技、はい、それから締め技、関節技も、あ、それからこのグリグリね、やっぱり技はもう多彩になってますね。で、他の選手が使うですね、はい、要するにこのなんていうんですか、もう決め技をですね、もう良かったらどん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 自分のものにしていきますね。そうなんですね、それが十何年大事にトップを張っているゆえんかもしれません。そういうことだと思いますね。次週から放送の武道館大会は三沢の三冠に挑戦するスタン・ハンセン、昨年8月に三沢に奪取されて以来1年2ヶ月この三冠から遠ざかっておりますスタン・ハンセン。テッド・デビアスはその武道館大会では秋山との一戦です。タンデが捕まっています。顔が好調してまいりましたテッド・デビアス。ハンセンと同じファンクスに学んで同じテキサスウェスト大学出身なんですが、こんなにハンセンと違うんですね。デビアスはそうですね、元来が要するにテクニックからスタートしますからね、ハンセン選手の場合はパワーでスタートしますから、そこら辺のやっぱり違いは出てきますね当然ね、しつこいまでのエルボー攻撃、左足肩上の大技がこれによって踏ん張りが効かなくなるかもしれません。ハンセンもそれからデビアス自身も生き生きしているような感じがしますよ。そうですね、やっぱり要するに昔パートナー組んでたというだけに、そのやっぱり一度後に何て言うんですか、タッグをまた 再結成してからはもうお互いに昔のことを当然思い出すでしょうし ね、そのジリシーから放送の武道館大会はあの鶴田選手が1年ぶりに復帰をいたします。3年4ヶ月ぶりに馬場選手とタッグを組みますモードインタータッグチャンピオンコンビです。鶴田選手もこの戦いの輪の中に入ってきてほしいと思います。ますます充実する全日バット、さあテクニシャンテッドレビアス4の字固めを狙いました。これを食ってはいけません。田上明ストンピングでなんとか切り抜けますが、スタン・ハンセンがもうノーダッチで入ってまいります。うまいね桃田さん、はい、あそこら辺は絶対逃さないですね、スッポンのようであります。スタン・ハンセン、そしてテッドレビアスです。東方の4の字固め、しかし川田も負けていません。これで1対1イーブン。さあ田上ほふく前進、しかしそのタッチの目標となる川田に猛然とタックル。スタン・ハンセン、これもこれでいいわけですね。そうですね、これ以上のカットはないですね。試合を知り尽くしていると言いますか。そうですね、勝つためにはどういう風に試合運びをするかという日本みたいな形を取ってますね今ね、どうにかして田上選手は川田選手につなぎたいところですけどね、はい、さあ4の字固めが入っています。これを反転して今度はデビアスが苦しい番だ。田上その状況から、しかしまた反転、サードロープに逃れました。サードロープに逃れました。小橋選手がビッグブーバーを破り川田戦に照準を合わせてまいりました。ならば鎌田、川田俊明は自治州から放送の武道館、小橋選手との一騎打ちが決まっております。鎌田そして田上、武道館へ、世界タッグへ、世界最強タッグ決定リーグ戦へ、反撃なるかどうか。円錐背中、見栄えは悪いが悲しいの円錐、さあ溜めていた鎌田、グッと内に闘志を秘めるタイプ、それが一気に爆発。反戦でやり合う、テッド・レビアスが中に入ります。そしてバックドロップです。技の一つ一つの的確性、レビアスどうですか。うまいですね、うまいですか。的確に決めてきますね、はいはい、これでまた変わらない第一の攻撃ができるわけですね。今15分が経過しました。ハンセン、デビアスにもちっちゃなミスはあるんですが、それをなんかリカバリーがうまくしているようにも見えるんですが、いや全くその通りだと思いますね。要するにリカバリーがうまいと、要するにそのちっちゃいミスは消えちゃうわけですよね、だからちっちゃいミスのチャンスを日本側がうまく取れないわけですよね。いやー、中村さん、これ、あー、早く立ち直ってほしいと思います。スピンキック、押し通し、これ安定感はボディ・ウィリアムスよりも上じゃないですかね。
何とも言いない双璧ですね、さあヘッドバット、エルボー、エルボー打ち勝ってくれ、やった、ショータッパー取れない、顔面行って倒れない、オンケスタンハンセンにラリアットであります。その黒田試合さんよし行ってこい、川田勝負だ、川田の試合疲れた体にムチを入れる、デッドダミアスが出てきます、これをリバースで返します、パワーボムは打てない、ノロードしてクーラが打った、今日の田植えは魂だ、カバーに入る、どうだ、カウントは2つであります。そしてスリーパーに行きましたか、スリーパーに行きましたか、スリーパーか、スリーパーだ、スリーパーだ、スリーパーだ、さあフェイスロックか、そしてタウルがスリーパーだ、スリーパーだ、タウルがスリーパー、ヘッドレビアスがこれを巻き出せ、さあそしてフェイスロックは足にかかりました、いい場面でした、流れを徹底的には掴ませてくれません。さあ川田どうする、この表情、さあ場外は田植えと、田植えとデビアス、デビアスが打ち勝っている、リング上はどうだろうか、心配だ、川田の膝、顔面キック、ムライトへキック、川田としてロープを使う、あーっとデビアスが邪魔をする、しかし大丈夫だ、大丈夫だ、川田としては1人で2人2人をぶち出す、正面にあーキック、 DDT 完成、すごいぞ、すごい完成、放送のカラ放送の武道館大会、リング外はデビアスとタウル、この2人のサポートにも注目したい、さあコンシリーズ使っている、パワーボム危ない、カウント中です、いや今のはよく返したですね、本当ですね、あー左左で川田、気をつけろ気をつけろ気をつけろ、かわしてほしい、かわしてほしい、ガメッキー、ラリアット失神してしまったラリアット、今日はどうか、頼む、起き上がってくれ、変わらました、カバーする、ダメか、どうだ、返せ、ダメダメ、やはりウエスタンラリアット、最後の攻防、限界を制しましたのはハンセン・デビアス、最後のウエスタンラリアット、初防衛に成功であります。世界ダックチャンピオンの実績でこれで次期シリーズ世界最強ダック決定リーグ戦に乗り込むことになりました。リターンマッチ変わらたうえなりません、オーダーダッシュできませんでした、18分の勝負、桃田さんいかがでしたでしょうか、いやすごい攻防だったと思いますけどね、まあ、最終的にはやっぱりハンセン選手のラリアートで決まったんですが、はい、最後に入ったラリアートがですね横からなぎなたのように落ちてるんですよね、はい、なんていうんですか、頸動脈から顎にかけてスパーンと入ってましたね、勝因、まあ、川田田植えにも勝てそうな部分はありましたね、そうですね、初めハンセン選手を的を絞って、はい、あそこがやっぱりチャンスだったんですけどね、一気に行きたかったですね、一気に行けなかったところがやっぱり辛かったですね、いやまざまざとこのウエスタンラリアットの凄さを見た思いがしますが、さあハンセンは今度三沢戦ということになりますが、はい、どう見ますか武道館大会、当然この勝利がより自信になるとは思いますね、敗れた川田小林戦ですが今日の一戦どう影響すると読みますか、いやだけどやっぱりね試合内容では決して負けてなかったですからね、はい、まだなんですか、また挑戦してほしいと思いますね、ご覧のようにスタン・ハンセンが最後のウエスタンラリアット世界タッグ初防衛に成功いたしました。さあ次次回から武道館へ向けてますます目が離せなくなってまいりました、どうぞご期待をいただきたいと思います。松本大会いかがでしたでしょうか、解説は桃田光雄さんです、桃田さんどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、皆さん失礼します、さようなら。